ニール・ヘフティはアメリカ合衆国ネブラスカ州ヘイスティングズ出身のジャズトランペット奏者、作曲家。カウントベーシー楽団の初期のコンポーザーとして知られており、1960年代から70年代にかけては数多くの映画音楽を手掛けている。ウディ・ハーマン楽団でもトランペット、奏者兼コンポーザーとして活動していた。ネブラスカ州ヘイスティングズの貧しい家庭に生まれる。 11歳でトランペットを始め、その時代に、オマハに、ツアーで訪れたカウントベーシー楽団のハリー・エディソンと、バック・クレイトン、さらには、ディジーガレスピーに強く影響を受けたと後に語っている。ハイスクール時代には、地元バンドのために、アレンジの活動を始めていたという。ハイスクール卒業2日前に、リックバリー楽団のオファーを受けて、ニュージャージーに、 バンドと同行するも、初見での演奏ができなかったために、すぐにバンドを解雇される。ネブラスカに戻ろうにも手持ちの金がなく、途方に暮れていたが、なんとか、ボブアスターのバンドに雇われる。ニールと同居していた、当時のバンドのドラマーだったシェリーマンは、当時すでに彼の作曲技術に感嘆していたという。ありがとうございます。